ゃあ次フロント入っちゃっていいですか。はい、お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。いつも大体2種目ですね。このフロントレイズしてあのケーブルのロープの、ケーブルフロントレイズっていうのですね、はい、そのぐらいですね。私もプレス系はあんまりああ、そうですね、はあんまやってないですね。多分その胸やった時にそのままやると多分疲れてもいるんで、そうですで多分怪我もしちゃうのかなと思って、うん、結構だからこういうちっこい系っていうんですかね、はい、そのプレスでのガツンっていう感じはあんまり、結構僕もその肩に全部入っちゃうんで、胸の種目とかも結構去年とかもその胸の成長にすごい悩んで、はい、で結構僕もまあ考えて胸をすごい一生懸命やってた1年な感じがしたんですけど、やっぱどっちかじゃないですか。肩めっちゃでかいけど胸ないとか、胸めっちゃでかいけど肩ないとか、だから結構ね難しいですよね。胸もあって肩もあったら多分フィジークとしてはかなり最強だと思うんです。そうですね、難しいですね。結構胸の日に肩甲骨の位置をすごいこう気にしながらすごい意識しましたね。肩はどうしても入っちゃうんですけど、やっぱどうしても通っちゃうので、はい、いかにこう胸に刺激を入れるかってなるとやっぱ工夫しないと、それがトレーニングの楽しいと思いますよね。そうですね、そうですね。じゃあ行きましょう。ミンセット。よっしゃ。よっしゃ。そうです、はい、肩最初の方の肩のトレイルと同じように最初に大きい刺激を入れておいて、その後にしっかり収縮立って、僕はこの下ろした時に腕を伸ばしきらない方がなんかこうここになんかちょっと曲げてこう持ってた方がここがストレッチ効いてるような感覚が僕はあるんで、ずっとこう肘はちょっと曲がってる感じですね。難しいですよね、簡単そうに見えてる。
Ugh.